幕内は、大相撲の番付において、前頭以上の地位にある力士たちが取り組みを行う枠組みのこと。重量の上であり、各界の最高位の枠組みを構成し、番付でも最上段に大きな字で記載されている。大相撲では、重量以上を関取と呼び、そのうち重量よりも上のすべての番付が幕内となる。幕下以下については、幕下、三段目、序二段。 序の口の四階層があり、それぞれが重量と同様に独立した存在であるが、幕下以下を一括して表現することを取り的と呼ぶ、幕内力士土俵入り投げを打つ横綱、白鵬章、大相撲力士。歴史的には、番付の最上段の力士が、幕内と呼ばれるようになったのは、文政の頃とされており、それ以前の番付では、現代では最上段の力士を便宜的に、 幕内と呼ぶ場合が多いが、縦一枚番付という形式は、旧来の横二枚番付を無理に一枚に収めて作ったものであるという起源から考えると、最上段の力士だけでなく、二段目以下の前頭と書かれている部分までは、幕内角であったと見るべきという説がある。そのため、特に、文政以前の時代の番付での最上段を、幕内と区別して、上段と呼ぶ場合がある。 本場所では15日間毎日取り組みが組まれ、NHK によって全世界に生中継される。幕内の取り組みは中入り後に行われる。現在の定員は42人。本場所の取り組みは原則幕内同士であるが、球場などにより幕内の出場者が奇数になった場合や、場所終盤の入れ替え戦などの場合は、幕内界の力士が重量力士と対戦をすることがある。 重量力士が幕内に昇進することを入幕と呼ぶ。このうち初めて入幕することを新入幕、二度目以降の入幕を返り入幕あるいは再入幕と呼び区別することもある。入幕、重量への陥落についての基準は、各々の成績や幕内力士の引退者数に左右されるため一定していない。重量力士が本場所の控えの席で、 教用の座布団を使うのに対して、幕内力士は、死没の座布団を使うことができる。また、幕内力士は、自分の屍名の入った浴衣を作ることができる。さらに、夏場は染め抜きの着物を着用することができる。幕内を通算20場所務めた力士、幕内と重量を通算して30場所以上務めた力士、および一場所以上三役を経験した力士は、 年寄り襲名の資格を得る。幕内最高優勝を果たした力士は、千秋楽の全取組終了後に行われる表彰式にて、天皇支配と優勝旗を授与される。加えて、優勝額が贈呈され、5年余りにわたって国技館に計画される。賞金は1000万円。また、横綱、大関以外の成績優秀者には参賞が贈られる。 正式な区分ではないが、おおむね前頭4枚目、5枚目以上を、幕内上位と呼ぶ場合がある。これは、取組編成上、この番付を境にして、互いに対戦することが少なく、同じ幕内でも事実上、二部リーグ制のようになる、ことからである。理論上は、上から16番目の力士は15番すべて、番付上位の力士と、対戦。 17番目の力士はすべて番付会の力士との対戦となる。1960年代までは番付編成上の内気として、全頭5枚目以上、もしくは横綱、大関と対戦した力士は全敗でも十両には落とさないというものがあったが、1971年に廃止が明言された。そのため力をつけていく途上の力士は幕内に定着した後、 初めて幕内上位に昇進した場所では、10敗以上、などの大負けをして跳ね返される例が多い。それと比較すると、新小結びではすでに、前頭上位の地位で、上位総当たり戦で勝ち越せる実力を身につけているため、そこまで極端な大負けをする例は、多くない。味方によっては、幕内上位と会では、三役と平幕の間以上の差があるとも言える。 幕内の中でも特に上位の力士は、上から横綱、大関、関脇、小結びと呼ばれる特別な地位を与えられており、大半を占める前頭と比べて、待遇面で、さらに優遇される。なお、大関、関脇、小結びは総称して三役と呼ばれ、また、前頭の力士を三役力士と区別する際には、平幕と呼ぶ。前述の定員が十二人というのは、 横綱や三役も含めた幕内力士全体の定員なので、横綱や三役の人数が増えれば、その分全頭が減ることになる。番付には横綱を書くことがあっても、三役は番付上必ず最低二人ずつ置かねばならず、大関が一人、または不在の場合は横綱が番付上大関を兼ねることになっていて、この場合は横綱大関の名称を用いる。 横綱と大関の合計人数が一人、または不在になった例は、まだないが、そのような場合は、関は結果から繰り上げて、大関を強引にでも作って、横綱と大関の合計人数を二人揃えることになるというのが定説である。少なくとも、一方が三役以上の取り組みの場合は、行事及び呼び出しの呼び上げが二世となる。ただし優勝決定戦は含まない。 全相撲からの記録ばっか付け出しからの記録、ありがとうございます。